逃走しました。いかがいたしますか。仕留めましょう。荒神ダウン。いいですね。荒神が沈黙しました。荒神の討伐を確認しました。いい動きです。死になさい。解放します。よし、受け取ってください。荒神の討伐を確認しました。いい動きです。交戦中の荒神が捕食に向かいました。追い打ちを。いいですね。荒神が沈黙しました。いい動きです。緊急事態です。想定外の中型種が出現。作戦エリアに侵入します。聞いてないし。そこですね。いいですね。結合崩壊を確認。いきます。荒神の活性化を確認。スタングレネード効果発動。ナイスだ。敵のダウンを確認。攻撃続行です。私などにはもったいない。スタングレネード効果発動。この隙に。いいですね。荒神、結合崩壊が発生。ブラッド1バースト時間が終了します。荒神、捕食のために離脱しました。逃走しましたね。いかがいたしますか。受け取ってください。荒神の活性化を確認。今です。敵がダウンしました。敵のオラクル反応低下中。ブラッドは間もなくバーストが解除されます。行きましょう。交戦中の荒神が捕食に向かいました。追い打ちを。命中ですね。命中ですね。任せました。よっ、命中確認。発射。任務完了。召し上がりなさい。この速さ大したものですね。終わったな、帰ろうぜ。任務完了。作戦通りでしたね。損害はほぼゼロ。さすがです。皆さん、警戒は怠らないでください。買い物でも行こうかな。毎回この調子でお願いします。私に任せてください。
この二人本当に姉妹なのかな。あんま似てないよな。一括で受けるからこそ利ざやが取れるんだろうが、そんな弱気でどうする。競合なんぞ潰してしまえ。おっと、この話は後にしようか。ご足労いただき感謝します、グレム局長。お忙しいところ時間を取らせてしまい申し訳ありません。挨拶はいい、とっとと理由を聞かせてもらおう。なぜ最前線の極東地域にこのフライヤーを向かわせるのだ。こちらはフェンリル本部特別顧問であり、このフライヤーを統括するグレム局長です。相変わらず話を聞かない。少しは君のお姉さんを見習いたまえ。だけどあまり失礼のないようにね。極東支部においてブラッドと人気兵の運用実績が欲しいのです。実績ならこの辺りの荒神だけでも十分だろう。何もあんな荒神の動物園のような場所に行く必要はない。人気兵の安定した運用を目指すならもっと様々な荒神のデータがないと本部も認めてくれません。しかしだな、極東支部には芦原ユノ様がいます。本部に対しても発言力のある彼女への助力なら決して無駄な投資にはならないかと。確かにな。ラゲル、人気兵とブラッド、どちらも本当に損害を出さずに済むんだろうな。ええ、信頼を裏切ることはありませんわ。よし、わかった。後で稟議書を提出しておいてくれ。レア君だけ残りたまえ。あとは下がっていいぞ。では。おい、お前も下がっていいぞ。あの人気兵の無人運用の件は後だ。後、いいから早く行け。ありがとうございました。でもあまり私の可愛い妹をいじめないでくださいね。イラついていたところにお嬢さんのわがままでムキになってしまっただけだ。ならいいんですけど。また何か不都合なことでも。ああ、人気兵の人工筋肉に関してうちが一括受注する件、あれについて本部から横やりが入り始めてな。まだ一括受注にこだわってらっしゃるのですか。お金儲けもほどほどになさっては。何を言う、多額の投資をするなら確実に回収できる目処を立ててからでないと。どうやらもう少し綿密な打ち合わせが必要そうですね。